中川先生の優しいビジネス研究。本日は毎日新聞さんにてインタビューに答えさせていただきました内容につきまして、さらに深掘りということで連動させていただく形で、世の多くのサービスが無料で提供されているわけ。単に無料だとお客様を引きつけやすいという以上に、今日無料というのは特にベンチャーにとってめちゃくちゃ役に立つ戦略になっているんです。そこのところを皆さんに理解してもらおうと思います。3月10日の毎日新聞さんの論点のところで私解説をさせていただいております。またインターネットの方では3月3日の毎日オンラインの方で、ただより高いものはない無料アプリサービス運営の狙いとはという形で私インタビューに答えさせていただいておるんですけれども、こちらの方ではどうして近年無料サービスがこれほどまでに溢れ、そしてそれらの多くが突然サービス終了になってしまうのか、そしてまた消費者としてどうこのサービス終了のリスクを回避できるのか、そんな部分について解説しておりますので、皆さんにはぜひそちらも見ていただければなと思っております。で、そちらと連動させていただきまして、私のチャンネルの方ではウェブサービスなんかが無料で提供される、その背後にあります経営戦略、どういう風になっているのか、もう一回強調しておきますよ。単に無料ならお客様を引きつけやすいという以上に、この無料で提供するということは経営戦略上有効なんです。なんでなのか、ぜひちょっと考えてみてください。いや、正直ね、私自身がやっております優しいビジネススクールも無料会員さんとプレミアム会員さんがあるわけなんですけれども、この無料会員という仕組みはベンチャー事業をスケールアップしていく上での大変に心強い味方になってくるんです。この無料会員システムがあってこそ現代のスタートアップエコノミーはうまく回ってると言っても過言ではないんです。それぐらいもはや基本戦略の一つになっているのが無料版というものを導入することです。この無料版という仕組みを使うと、おおよそどんなサービスも9割程度は無料で利用するお客様、全顧客の1割ぐらいが有料化するということが一般的に知られております。ともあれ、この無料の顧客ベースを作りまして、そこに働きかけて有料化を促すとともに、潜在顧客に対してはまず無料から始めてみませんかという形で、この無料会員というのは有料化と潜在顧客と上手につなぐための手段になっているわけなんです。若干歴史を説明しておきますと、この無料の経営戦略というものを最初に概念的に定義をしましたのは学者ではありませんで、クリス・アンダーソンさんというアメリカのビジネスや諸々のことを取り扱います雑誌ワイヤードの編集長であった方が綺麗に定義していただきました。で、こちらが世界的な大ヒットになるにつれて、なるほど、フリーの無料で提供するというものの経営戦略ってこういうものなんだなというのが概念的に固まったわけなんですけども、この本の中では3種類のアプローチがあると言われています。基本無料にしながら、プレミアム会員限定機能だとか無制限に使えますというのはプレミアム会員になってくださいという形にする。はたまたアイテムやチケットやガチャなどに課金をする、ないしは利用するときに表示される広告で広告使用収入で儲けるという形、まあ、こんな3種類があると言われておりまして、これらをひっくるめて、まあ、このフリーの経営戦略と無料の経営戦略ということになるわけなんですが、このクリス・アンダーソンさんが整理されたのがおよそ2007年ぐらいのことで、そこから15年以上の時間が流れていく中で、どうもこの無料にするっていうのは単に基本利用ただですよということでお客様を引きつけるという以上に、大変このスタートアップですとかインターネット界隈でビジネスをする上で有効なアプローチだってことがだん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 分かってきたんです。このスタートアップにとって無料というのが有効である、その一つの理由はアップセル化しやすいというところにあるんです。アップセルというのは、そう、アップして売るっていうことで、まず無料会員にしておいて、そこからプレミアム化、アップセルという言い方をするんですけども、このアップセルがめちゃくちゃやりやすくなるわけなんです。まあ、もしこの無料会員というのはなかったとするなら、サービスを全く使ったことのないお客様にいいサービスですよ、使ってくださいと宣伝をすることになるわけです。そしてそのお客様という人たちの顧客特性も見えていない中で、なかなかこう手応えがない中で、うちのサービスいいですよということでマス広告を打っていかないといけないことになりまして、なかなか手応えもないですし、こうお客様を開拓していくの結構難しくなるんです。
ところがところが、ここで無料会員の顧客ベースが数万人ありますとなりますと、この人たち、だってメールアドレス持っていて、顧客特性も年齢だとか性別だとか持っているわけですから、だとすれば、顧客特性を踏まえて、その顧客のデータベースに対して直接的に、今度こういう機能を導入するんで、あなたアップセルしてみませんみたいな形で働きかけやすいわけです。すでにあなたの手元にはこの無料で使っている顧客のデータベースがある。しかもこの人たちっていうのはすでにサービスを使っていて、もう大体こんなサービスなんだよな、便利なんだよなってことを皆さん知っているわけなんです。となれば、どちらの方がマーケティングを行って効果的にアップセル、プレミアム化ができるかといえば、全く顧客特性が分からず使ったことない人に対してやるよりも、はるかにすでに使っていて顧客としてのデータを持っている方がやりやすくなるわけなんです。かくしてこの無料顧客のデータセットを手に入れるというのは、スタートアップにとってまず本当にビジネスの第一歩になることなんです。そして第2には、まあ、これは先ほどまで言ってきた部分ですけれども、潜在顧客を引きつけやすいのも無料コースがある方ですよね、と。このサービス、いいサービスなんです。月額1万円コースからあります、というのと、月額1万円のコースと無料のコースの2つが用意されております。この2つを提案された時に、お客様の心理として、サービスを初めて使ってみる人の心理としては、まず無料をお試しから入ってみようかなっていうのは、自然な流れじゃないですか、と。いうことで言うと、無料コースをセットした方が、顧客心理としてもはるかに始めやすくなる。潜在顧客にアピールするにあたっても、無料コースがある方が、正直売りやすくなるわけです。そして、第3にはなんです。この側面結構見落とされているんですけども、投資家に対して無料会員のデータセットが数万人分ありますっていうことをアピールすることができるんです。これ本当大きくてですね、毎月広告投資でいくらかけて、で、まあ結果としてうちの会社の商品を買ってくださる方が何人今月出ましたと。これも重要なメトリックスなんですよ。これも重要な成果指標なんですけれども、それと同時にスタートアップにとっては、この広告投資を毎月やった結果として、これまですでに無料会員のデータセットとして10万人の人がサービスに登録しているんですとなりますと、投資家サイドとしては、なるほどと、この10万人に対して上手にアプローチすれば、アップセルができるということで、収益化の目処がついてきたねと、ぼちぼち広告投資を抑えて、今度はこの無料会員のベースにアップセルを働きかけていって、マネタイズしていこう、収益化していこうということになりましたら、だとすれば、この無料会員のデータセットがあるかないかというのは、投資をする側にとっても大変大きいですよね。この無料会員のデータセットを全く持っていませんという会社と、無料会員のデータセットちゃんと作ってます。10万人分ありますと言ったら、後者の方がはるかにインベスタブルになってくるわけですから、このような意味でスタートアップにとっては、投資家を説得する材料にもなるという意味で、無料会員のデータを手に入れるってことが重要になってくるわけです。もうお分かりいただけましたねということで、この無料会員というのは現代のお客様を有料化させていくカスタマージャーニーの大変重要な最後のワンステップになってるわけなんです。ここがない場合ってのはもう潜在顧客にジャンプアップして有料化させなきゃいけなかったところが、まずは無料会員からですよねということで、ワンステップ刻ませて有料化させることができるわけで、これっていうのが有料会員を取るにも、潜在顧客に訴えかけるにも、そして総じてこのビジネスモデルを持って投資家にアピールする上でも、無料会員化というのは大変有効な戦法になってくるわけなんです。まあ、このように解説してくれば、どうして現代社会において基本無料のサービスがこれほどまで広がっているのか、皆さんもお分かりいただけたと思います。翻って、もし皆さんが何か新しいビジネスをデザインされるとき、何もスタートアップじゃなくて、社内で行う新規事業なんかにおいても、この無料というものを上手にビジネスの力に変えていただきたいなと、そう願っておるわけです。そんなわけで、ここからさらに一歩進んで、私たちがこの無料サービスを利用するときのポイントですとか、どうしてまたこの無料サービスというのは突然にサービスを終了するのか、そんなとこまで深掘りした記事を毎日新聞さんの方でインタビューさせていただきましたので、ぜひそちらと合わせてご覧いただければと思います。